パリ五輪、柔道女子57キロ級、2回戦、29日、シャンドマルスアリーナ。初出場の船久保遥、25、イコール三井住友会場イコールは2回戦でビロディド、ウクライナ、と対戦。延長戦の末、反則勝ちで準々決勝進出を果たした。終了後、ビロディドは畳を下りて号泣した。序盤から積極的に仕掛けていったビロディド。 だが船久保に攻め手を封じられると体力差から徐々に動きが鈍っていった4分間で2度の指導を受けると延長戦ではまさかのハプニングも起こった畳の下からアドバイスを送っていたウクライナのコーチが審判に2度目の注意を受けて退場処分に懸命に戦ったが最後は3度目の指導を受けて反則負けになった畳を降りた際には大粒の涙を流したが すでにコーチは退場処分となっており、一人で引き上げる形になってしまった。ビロディドは48キロ級で銅メダルを獲得した東京五輪でも話題を呼んだウクライナの柔道家。4月に行われたヨーロッパ選手権では優勝し、今大会のメダル有力候補だった。